パックスパワーグローブパワーグローブはアメリカで1989年にマテル社から発売されたニンテンドーエンターテイメントシステム専用コントローラーパワーグローブは1989年にニンテンドー公式ライセンス製品としてアメリカで発売されたニンテンドーは設計及び発売には関与していないエイブラムスジェンタイルエンターテイメント社のためにグラントゴダードと サミュエル・クーパー・デイビスが設計を行い、アメリカのマッテル社と日本のパックス社が製造を販売した、バーチャルリアリティの先駆者でデータグローブの商業化を行ったトーマス・ジー・チン・マーマンとジャロン・ラニアーが NES の初期に似たような製品開発を試みたが失敗している。マッテル社はハルベルガーとゲイリー・アムロンのイメージデザインとマーケティング成果を用いて、 基礎技術から稼働する製品を作り上げている。パワークローブの設計期間はおおよそ9週間である。パワークローブとデータグローブはツインマーマンの計測用グローブが元となっている。ツインマーマンの最初の試作品では指の動きと2つの超音波センサーによる位置の計測をデモしている。最初の試作品は指の動きの検出に光学式のセンサーを使っているが、A 字チームにより 低価格の炭素を使ったセンサーに置き換えられている。グローブ前腕部には NES と同様のコントローラーボタンとプログラムボタン0から9までのボタンが搭載されている。利用者はプログラムボタンと数字のボタンを押すことで A、B ボタンの連射速度の変更などのコマンドを入力することができる。また、そのコントローラーボタンを使ってゲームをプレイすることができる。 パワーグローブは VPL ダタグラブの特許技術をもとに設計されているが販売価格のために変更が加えられている。データグローブは用、ピッチ、ロールの検出ができる光学式の256段階の指センサーを4つを備えているがパワーグローブはロールだけの検出、導電性インクによる4段階の指センサーである。グローブに内蔵された二つのスピーカーから送られる。 超音波がテレビ周辺につけられた3つのマイクで受信される。超音波は4 0ヘルツの短いパルスである。グローブからマイクまでの距離が測定され、三角測量の原理でグローブの位置が計算される。スーパーグローブボールとバッドストリートブローラーがパワーグローブに対応している。これらのゲームはパワーグローブゲーミングシリーズというブランドで販売された。日本では パワーグローブ対応ゲームは販売されてなく、パワーグローブは汎用のコントローラーとして販売された。グローブパイロットとマニピュレータグローブアドベンチャーは販売予告はされたが、実際には販売されなかった。その他にもテックタウン・オアテクトウンという荒廃した宇宙基地をテーマにしたバーチャルパズルゲームも販売されなかった。グローブでドアを開けたり工具を掴んで使う要素があった。 それらは、スニークピークというパワーグローブ公式ゲーム動画で見ることができた。パワーグローブに対応していないゲームは、キーパッドから既存ゲームジャンルに対応したコードを入力することで、グローブの多段階の動きを十字キーとボタンに出力し、ゲームをプレイする。そのため、ブロック崩しのようなゲームをプレイしても、パドルがグローブの動きに追従するということではなく、 グローブが移動している方向のキーが押されるという動きである。日本では1990年にファミリーコンピュータ対応版をパックスコーポレーションが販売した。メーカー希望小売価格は19800円。一般的なゲームに使うことができる汎用コントローラーとして販売された。米国で販売された専用コントローラーとして使うゲームは日本では販売されていない。 発売時は、パックスコーポレーションが、パックスの仕業その一として、テレビ CM を放映しており、電話での購入予約を受け付けていた。ファミコン本体の拡張コネクタに、L 字型のセンサーを接続し、パワーグローブを腕にはめて使用する。操作は手や腕などを動かして行う。日本では、操作方法は14通りプログラムされており、ゲームの内容に応じて、 使い分けるようになっているという説明である。説明書では操作方法は基本的にゲーム内の動作で説明しており、どういうボタン操作に当たるかは書かれていない。パワーグローブは普通のコントローラーとしても使用できる。右手用のみが市販された。説明書には訓練次第で使いこなせますとあるが、グローブの圧力に逆らって指を曲げるのは握力トレーニングのような厳しさであり、 操作性は劣悪である。日本では発売されていない専用ソフトは、グローブの XYZ の位置情報、ロール情報、1本あたり4段階の指を曲げた量が4本分の情報を多段階で得て入力していた。日本の説明及びアメリカの範囲用コントローラーとしては、グローブの多段階の動きが十字キーに割り当てられ、ファミコンに入力されていた。マイウェイ出版。 ファミコンクソゲー番付2017年1月25日 P30 ありがとうございます。